が一輪車のような車輪になっているんですが、今自分でバランスを持って自立しているんです。それでは弓かきに乗ってみましょう。乗り方はとても簡単です。椅子に座るより腰をかけてステップに足を乗せれば、この自在に操作ができるんですよね。それでは走行をご覧になりましょう。まずは直線です。さあ、途中で少し速度が変わりましたね。もう一度ご覧いただきましょう。ゆっくりから、はい、速度を自在に変えることができるんです。では続いて旋回走行です。直線だけではなく、このようにカーブを描いた走行もあるんですね。さあ、ハンドルがないのにどうしてこんなに自在に操作できるのかと言いますと、この右肩が持っていく人の上半身の体の徹底的に行い、今度は人と同じように
実験を続けたことにより、ロボットは少しずつ早く歩くようになったのです。さらに、人と一緒に行動をすることを考えて、段差を越えたり、バイタップのゴミよりもできるよう、実験を行いました。いよいよ、歩いていったところで、作業ができるよう、強化や腕がついた、人型ロボットの開発の始まりです。最初のロボット、P1 では、ドアを開けたり、物を使ったりすることができるようになりましたが、身長 191.5cm、体重 175kg、これでは近くにいるとちょっと怖い。その後、少し小さくした P2 を開発し、世界初の人間型自立二足歩行ロボットとして発表。不可能と思われていた二足歩行ロボットの誕生に世界中が驚きました。さらに P3 ではよりコンパクトにして人型に近づけました。 P2、P3 と足とも大きさを比べてみると、だんだん小さく親しみやすくなった様子がよくわかりますね。そして2000年、いよいよ足もが発表しました。研究者の人たちは、私の大きさを人と同じ生活空間で活動するためのちょうど良い大きさと考えて、さらに人とコミュニケーションするためのさまざまな機能の開発に取り組んでいます。今では足もだけではなく、車やバイクをはじめ、さらに人の役に立つための新しい製品の開発にも応用されています。さて、足もは最近指を使った作業の一つとして手話にもチャレンジしています。この新しいコミュニケーションの方法で、たくさんの人と友達になれたらいいなと思っています。それでは、手話を使った歌、夢を叶えていこうを披露します。皆さんも足元の手話に合わせて、ぜひ一緒にやってみてくださいね。作りたいという夢に向かって
って